生きてね。さて、世界を飛ぶドローンについに進化型が誕生したようです。人が乗ることになったようで、もはやドローンではないがな、わら。今日のお題はこちらです。じゃじゃん。これは、アメリカ、ラスベガスで開催中の、家電テクノロジーのビジネスで活動している全ての人々に対して、製品とテクノロジーの最新情報を提供する世界最高の舞台である、CES2016 で、中国のドローンメーカーが発表したもの。ドローンメーカー違反ホームが発表した、違反184という、全自動飛行可能でパイロット不要のマルチコプターだそうです。完全に自立飛行が可能とのことで、目的地を設定するだけで自動操縦してくれるそうです。中身はこんな感じだ。完全に一人のみが乗れる構造となっているぜ。座席は、こんな感じだ。飛行経路やマップ、航空写真を表示するためのタブレットを操作し、機体を操るからくりだ。室内には、空調や室内灯が用意されており、小型の荷物を入れるラゲッジスペースも設けられる予定だそうです。乗員は操縦を行う必要がないため、操縦桿が完全にない状態です。より軽量化するためだな。着地時にはローターを収納する仕組みです。万歳って感じだな。ただ上がっただけのようにも見えますね。わら、YouTube でコンセプトムービーが公開されていますが、実際に人を乗せながらの飛行は確認できず、まだあくまでコンセプト段階ということで、映像自体も CG がほとんどだそうです。映像や参考リンクで、より詳しい開発の成り行きが確認できるぜ。本日のネタの参考元の参考 URL を下の動画概要欄に載せておきますのでご覧あれ。ってなわけで、ネタ画像&ニュースでした。また遊びに来てね。それでは皆さん、ごきげんよう。よく耳にする音を電子ピアノで再現の鍵盤解説の動画をアップしたぜ。ぜひ見てくれ。また、チャンネル登録をすると最新の動画が見やすくなります。ぜひ登録してね。